昔ショートだったって言ったけども、今もショートだけどね。これ以上ショート、うん、ボブ以上のショートはやらないかな。ファッション誌じゃない、ファッション誌だったよ。ファッション誌とか、あとファッション誌何冊かバーって置いてくれんじゃん、まあ、それは、まあ、っていうのも、まあも買わないけど、買えないけど買えないけどね「ジャンプ」はないんですか。ないな、ジャンプは。タブレットだと全然挟まらんから楽なんだって。テレビでやってた、増えてきてるんだって、タブレットのとこ。そっちの方がね、確かにあれだもんね、なんか経済的。確かに。ね、確かにね。大変ちょんちょん。喉乾いたな。そう、聞いて、今日ね、やっとね、あのね、日焼け止め買ったんだ。今年さ塗ってなくて、日焼け止めまだ全然。でさ、なんか最近日差しが強かったからさ、あ、そろそろ買わないとなーと思っててさ、やっと今日さ買ったんだけど、スプレータイプと塗るタイプ買ったんだけどさ、ちょっと焼けたんだよね。だから腕、そう、塗ってなかったからちょっと焼けたんだよね。びっくりした、早くないみたいな。まだ7月になってないのにちょっと焼けたんだけどみたいになっちゃったから、ちょっと塗ろうと思って。さすがに7月入ってからにして欲しかったからさ、自分的には。だから、うん、もう買おうと思って買った、うん、そう。赤くならない、赤く、なんかそんな、なんて言うんだろう、めちゃめちゃさ、なんか長時間外にいるとかじゃなくて、なんか普通に通勤っていうの、泉は通勤なの、普通に
事務所行ったりの間とかコンビニ行ったりの間とかで日差しが強くて